そんな今ライブの話もありましたけれども、はい、2014年初透明版ワンマンツアーレインオブ36ディグリーズでいいですかね、はい、はい、が5月の9日から5月24日透明版、5月の9日が大阪ですね、で517は名古屋で、524がツアーファイナルが池袋の H で開催されますけれども、はい、結構その今回の世界観を元にしたライブになりそうな感じですかね。そうですね、もうそのタイトルが結構気に入ってて、うん、あの乖離的な意味合いなんですけど、そうですよね、うん、なんか悩んだんですよ、結構そのタイトルつけるときとか、うん、あのどういう雰囲気のワンマンツアーにするかっていうのを、うん、あの初なんで、やっぱ初のそのスケープゴートっていう部分を前面に出すのか、やっぱリリースが近いので、うん、このアーカイバスルームを出すのかっていう部分で、うん、結構悩んだんですけど、はい、でもやっぱリリースも兼ねたツアーなので、うん、なんかこのアーカイバスルームを踏まえた上でそのスケープゴートを知る人も多いと思うんですよ、うん、なんでそういう人にも向けてやれたらいいなっていうので、うん、そのタイトルをつけて、なんでこう見どころが満載なワンマンライブになるんじゃないかなと思います。楽曲で見せつつ演出でも見せたりとかも、なんかタイトルからはちょっと期待しちゃったんですけども、そういう部分もそうですね、その辺もなんかあの面白いことができたらなとは思います。やっぱワンマンでしかできないことって結構あると思うんで、その辺の演出をこれからもっと深く練っていけたらなとは思ってます。さよらさん、はい、ワンマンいかがでしょう、透明版。そうですね、初めてワンマンするんですよ、透明でその半か名半で初めてするん で、その、まあ、主催とかはあるんですけど、長い時間自分たちやっぱ通常のイベントだと20分とか30分だと見せれないというか、やっぱどうしても正直優先してしまう曲が並ぶというか、自分たちが持ってる曲が結構振り幅が大きいので、スケープゴートはそういう部分でいろんなその演出も兼ねて、いろんな自分たちの深いところを見せれたらなと思いますね。あの、はい、最後僕の誕生日です。そうですね僕の誕生日です。何回も言います。髪剃りあげよう遊んじゃう、それ本気で怖いからドキッとするでしょ誕生日で髪剃りは怖すぎるそれ。大河さんいかがでしょう、透明版ワンマンツアー。やっぱりこう東京だけはやっぱワンマン今まで何回かやってきてはいるんですけど、うん、この、ま、透明版でこう一箇所一箇所の濃さもやっぱり大事ではあるんですけど、その3つ通しての内容っていうんですかね、やっぱりここから多分初めて経験するんで、そのバンド的にも得られるものってのは多いと思うんで、うん、まあ、しっかりこれからまだうっすらとしか内容自体は話してはないんですけど、しっかり内容を詰めて、またこれを経てその先にしっかり行けるような透明版のワンマンツアーにできたらいいなとは思いますね、うんうん、あとはたくさん単純に曲をいっぱいやれるので、うんうん、でも本当に聴きに来てもらいたいですね、うんうんうん、了解でございます。でたすきさんいかがでしょうか。はい、透明版ワンマンツアー初めてなので、はい、ですね、まあいつも東京だけではよくやってたんですけど、はい、今回はまあこの1本のワンマンだけが全てというよりは、もうこの3箇所全てを通じて、まあ、スケープゴートを表現できたらなと思ってました。今噛みましたっけ思ってましてちょっと鉛入ってはい、あのスケープゴートを表現できたらなと
思ってます。いいな。全然たつきさんがあの喋り始めた瞬間に他の3人がガーって見ます。たつきさんもうなんか言うかなみたいな。期待しちゃうんですね。そうですね。期待はあります。ひどいんですよこいつは、ね。普通に、まあ、どこの取材でも、うん、たつきさんどうですか？うん、それ振られたらまだ俺何も喋ってないのにクスクス。それをここで愚痴るのはやめてください。その愚痴が今完全にネットに乗っかってますからね。了解しました。ではあのもろもろツアーの方も楽しみにしておりますので、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、で本日はこのインタビュー終了になります。ありがとうございました。ありがとうございました。